トコトン以外に込む、どうも、ナオチンです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しい防具を手に入れました。使ってみましょう。これトルバドゥールですね。もらいました。自分でゲットしたわけではありません。素晴らしいエンチャントですね。黄金でタンブルビー。で、下のエンチャントが、ポーションバリア、クールダウン、ヘルスシナジー。で、ここは、無謀でも、まあ、最後の叫びが好きっていう人もいるんじゃないでしょうか。どっちでもいいんだよね。今日は、ヘルスシナジーでやってみます。ヘルスシナジーとクールダウン、ポーションバリア、タンブルビーですね。もう素晴らしいエンチャントが4つついて、これは強いぞ。いきます。それではボスラッシュやっていきましょう。トルバドゥールの良さはやっぱりね、あれだわな。よっしゃ、強化された時間がめちゃくちゃ延長されるっていうところ、そこが強みになります。なのでパワーポーションとか影のブリュー、それがめちゃくちゃ長くなるっていうのはいいよね。うん、単純に素晴らしく使いやすい。と、あと、いいっていうのが、ポーションバリアだよね。ポーションバリアが、12秒間継続するようになります。ポーションバリア12秒継続は、すごい。うん。まあまあ、勇者もいいよ。勇者もすごくいいんだけども、あれは9秒間。で、再使用時間が20秒になるのか。まあ、それでもいいけども、この、戦いにくいな戦いにくいな。12秒になるってやつも、全然いいもんね。よし。で、無知はいいね。無知はいい。もともとの攻撃力が少ないんだけども、毒ダメージが、むちゃくちゃ入るし。OK。で、ダイナモで、火力も、持っていってるんで、多分、このエンダーの心臓との相性は、いいと思う。じゃあ、終わった。早い。早すぎる。オッケー。多分。あ、よー、簡単、簡単。でもちょっと待って。これでちょっと待つから。どこだー。いたいた。じゃあ。いいね。今、毒で。危ない！ポーションバリア使え。毒で時間差で倒せるっていうのはやっぱでかいよね。こいつに関してはすごく戦いやすくなる。はいはいはい、ちょっと待って、光るからね。でトゲがついてるな、ちょっと嫌だね。トゲがついておりますので矢で倒しておきます。はい、であとはお前たちでおしまい。ダイナも10ぐらいあればいけるかな。はい、終わり。はい、ということで今日はトルバドゥール使ってみました。やっぱりね、タンブルビーは使ってて気持ちいいな。回避するごとに蜂が最大3匹出てくるので、これがタンクの役目をしてくれて火ダメが減ります。で、さらに減ったとしても、ヘルスシナジーでこれ回復するし、で、ポーションバリアもついてる。これは使いやすい。うん、この無謀でね、使ってみてもいいかもしれません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。